こんにちは、まぜこです。今日は雑談です。雑談しまーす。というか、前に100の質問のインタビュアーの方のロールプレイっていうのをやったんだけど、その100の質問に答えてみようかなと思います。ただね、ざっと見た感じ、ちょっと答えられない質問が結構あったんですよ。なので答えられるところだけ答えます。すいません。何問かバーって答えて、それについて少し話す、何問か答えて話すみたいな感じでやっていこうと思います。それではスタート。最初の方全然答えられないな。ごめんね。名前、ニックネーム、そう。マジェとか、マジマジェとか、タラちゃん、視聴者さんが呼んでくれてて、ね、マジェってなんかすごい親近感湧いて、すごい可愛いなと思って気に入ってます。あと、マゲッコ様。ジェームスさん、多分海外の視聴者の方なんですけど、が呼んでくれてて、っていうのも私のマゼコのスペルってマゲコって読めちゃうんですよね。マゼコ、マゼンタからスペルもらってるから、ゼが GE なんですよ。だからゲって読めて、それで多分マゲコっていうのを漢字に変換してくださって、悪魔の魔に月の光と書いて、マゲッコウ様って最近ね、呼んでくれてるんだけどね、すごいね、かっこいい感じで、すごい嬉しいなと思って、なんか敵のリーダーの彼女みたいな名前みたいな感じじゃないですか。なんかドキンちゃんみたいな感じのポジションの人の名前みたいな。かっこいいなと思って気に入ってます。や、嬉しい。なんかあだ名で呼んでもらえてすごい嬉しいです。普通にマゼコさんとかマゼコとか呼んでくれてるのも本当にもう嬉しいんだけど、もう何でも嬉しい。呼んでもらえるだけでとっても嬉しい。ありがたいです。ありがたし。次、兄弟構成。兄弟ね、妹がいるよ。妹猫飼ってる。趣味麻雀。これ前からね、言ってるんだけど、最近ポーカーにもハマってて、ポーカーチェイスっていうアプリがあって、それに大ハマりしてずっとやってる。めっちゃ楽しくてハマってますね。一番上のランクまで行ったんですよ。そうで、一番上のランクで今コツ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 頑張ってます。すごい楽しいよ。そう、ハンターハンターのウェアハウスのシールの開封第3弾。計測は力なりとか、インドア派、アウトドア派。難しいけど、インドア派かな。たまに無性にアウトドア派になりたくなる。休日の過ごし方、昼間からお酒を飲む。長所、優しいところ。短所、人見知りなところ。100
100万円もらえたら何に使う？引っ越ししたい。そうですね、休日の過ごし方ね。私結構お酒好きって言ってるよね。多分皆さん的にすごい私って飲んだくれなんだなって思われてるかもしれないんだけど、実際そうなんですよ。でもね、最近少し量減ってる、減らしてる気がする。昼間から飲むことも、減った気がする。なんとなくね、なんとなく減らしてる。たまーに本当に何もない時とか、たまーに昼から料理作って飲んだりとかするけど、最近ね、車の運転の練習をしてるんですよ。休みの日とかドライブ行ったりとか。そう、いやもちろんお酒は飲んでないんだけどね。お酒と車が趣味ですって相性最悪すぎるんだけど、もちろん運転するときは一切飲まずに運転してるんだけど、なんかちょっと遠くのアウトレットに運転していったりとか、なるべく運転できるように、運転がうまくなれるように練習をしてます。だから最近の休日の過ごし方、ドライブって言えばよかった。ドライブ。次、もしも一つだけ願いが叶うなら、お城に住みたい。占いは信じる？信じない？ドラえもんの道具で欲しいもの、どこでもドア。将来の夢、 YouTuber。 子供の頃どんな子だった？素直で本当に子供みたいな子供でした。タイムマシンに乗るなら、過去と未来どっちに行きたい？過去。好きなものは最初と最後どっちに食べる？最初。今欲しいもの、防音ベア。最近買ったもの、伊達メガネ。よく使うアプリ、ポーカーチェイス。もしも一つだけ願いかな、お城に住みたくないですか？お城に住みたい。私プリンセスになりたい。プリンセスになってお城に住んで、どこでもドアを手に入れて行き来したい。いろんなところ、最高の暮らしだな。いいよね、どこでもドア。子供の頃どんな子だった？そう、私めちゃくちゃ素直で、本当にもうザ子供みたいな子供だった。子供ってめちゃくちゃな嘘ついたりするじゃないですか。もう誰が聞いても嘘だってわかるような、そういうめちゃくちゃな嘘を言われて、え、そうなんだって普通に信じるような子供だった。めちゃくちゃ純粋な、子供でしたね。え、こんなになってしまった。じゃあ次、平均睡眠時間7時間。毎日必ずしてること、歯磨き。朝起きたら一番に何をする？顔洗う。寝る前に最後にすることは歯磨き。美容院に行く頻度、月1回。よく買い物に行く場所、近所のスーパー。好きな食べ物、魚かな。好きな飲み物、ビール。好きなお菓子、あ、チョコパイの高いやつ。好きなアイス、板チョコアイス。そう、好きなお菓子知ってる？チョコパイのお菓子、もうめっちゃ美味しいケーキみたいなチョコパイ、ちょっと高いの、1個ね300円ぐらいするんだけど、なんだろう、生
ちゃ美味しくて超ハマってて、リアルに今年50個ぐらい食べてる。めっちゃ美味しくて、ぜひぜひ食べたことない方は食べてみてください。めっちゃ美味しいよ。次、好きなスポーツ。麻雀。好きな場所。自宅。好きな言葉。好きな言葉、メンタンピンツモドラドラ。好きなアーティスト。最近好きなのはね、ちょっと読み方合ってるか分かんないんだけど、ビーツ ASMR さん。好きな芸能人。お笑い芸人霜降り明星。好きな本。ハンターハンター。好きな映画ララランド。好きなキャラクター、キラとイルミ。好きな色ピンク。好きな季節秋。好きな芸能人。好きな芸能人霜降り明星。お笑い芸人が好き。霜降りチューブ結構見てる。面白い。せいやのお面も持ってるし。そうそうそう、笑い芸人の、YouTube とかテレビとかも、お笑い芸人が出てるテレビとかしか見ないかもしれない。好きな映画ララランド。ララランドがめっちゃ好きで。そうなんですよ、いっぱい賞取っためっちゃ有名な映画なんだけど、そうベタに好きなんですよ、ララランドが。あのね、最後にミアがセブのお店に来て、でセブがウェルカムトゥセブスっていうところで毎回泣いちゃう。本当にめちゃくちゃいいんだよね、あそこ。なんかめっちゃ切ないんだけど、すごい爽やかでめちゃくちゃ好きです。いや、あれ思い出しただけで本当に泣きそうになる。いや、あれめっちゃいいよね、あの映画。次、好きな曲。Perfumeのスピニングワールド。好きなゲーム。家の中を快適な温度に保ちたい。今の目標、登録者数1万人。そうですね、60問目台、60台問目、60問目台。そう、好きな曲。好きな曲、最近Perfumeのプラズマっていう新しいアルバムを聴いてて、でその中に入ってるスピニングワールド、私知らなかったんだけど、その曲がもうめちゃくちゃかっこよすぎて、マジでずっと聴いてます。めっちゃかっこいい。おすすめ、ぜひ聴いてみてください。そうね、ラップ、よく聞く音楽ラップ。なんか私、それこそ Perfume の曲じゃないんだけど、ビートが入ってる曲が好きみたい。ラップとかでもそういう曲を好む傾向にありますね。今の目標、1万人。登録者数1万人目指して頑張ります。次、ストレス解消法。カラオケ。国内で行ったことがなく旅行したい場所は広島。国内で行ったことがあるが、また旅行したい場所は、金沢。海外で旅行したい場所は、アメリカ。嫌いな食べ物は、パクチー。好きな曜日、金曜日。一日で好きな時間、夜の9時。テンションが上がる瞬間、友達と飲みに行ってる時。そう、行ったことなくて旅行した場所は広島。
広島行ってみたい。牡蠣大好きだから牡蠣食べたい。なんか景色とかも綺麗そうだし行ってみたいな。行ったことあるけど行きたい場所は金沢、石川県の金沢。前行った時にご飯が美味しすぎて本当に感動して、もう衝撃的すぎてめちゃくちゃ覚えてるんで、またご飯食べに行きたいです。好きな曜日と好きな時間が金曜日の夜9時、最高。次、最後の晩餐に食べたいもの、寿司。一日だけ誰かと入れ替わるなら、え、男の人、生まれ変わったら何になりたい？人間。チャームポイント、チャームポイントな。お見せできなくて非常に残念なんだけど、目かな。自分の体で好きなパーツ。で、口癖、こんにちは。視力、視力は割といい。最近ポチったものはシャンプー。はい、80問目台。最後の晩餐ね、最後の晩餐って難しい質問だよね。一個選ぶのって激ムズじゃない？うん、まあ魚が好きだから寿司かな。うん、寿司の中でも選べと言われたら中トロの握りかな。うん、一日だけ誰かと入れ替わるなら、じゃない？異性の体になってみたくないですか？違う？違うの？わかんない。次、メイクのこだわり、まつげ、ヘアのこだわり。いろんなもの塗りたくる。過去に戻れるならいつ？ガチで答えると中学生ぐらいに戻ってちゃんと将来のことを考えて行動したい。都会や田舎は、どっちでもいいけど、都会にすぐ行ける田舎、住むならマンション派、戸建て派。お城は戸建てですか？お城が戸建てなら戸建て派。どんな人に魅力を感じる？仕事とか、まあ何でもいいんだけど、とにかく何かを頑張っている人。ここまで質問にたくさん答えたご感想を。全然100問答えられなくてごめんなさい。うん、100の質問終わっちゃった。結構飛ばし飛ばし言ったから、何問ぐらい答えたんだろう。全然100言ってないよね。半分答えたかな。メイクのこだわり、まつげ、あのマスカラをたっぷり塗るかな。うん、それぐらい。ヘアのこだわり、うん、なんかトリートメントとかオイルとかとにかくいっぱい塗ってごまかす。ですかね。うん、都会派田舎。うん、都会もいいけど田舎もいいよね。まあ、まとめると私は関東圏のお城、どこでもドアがあるお城に住みたいのかな。100の質問終わり。こんな感じで今日はちょこっと質問に答えてみました。どうでしたか？雑談になってたかな？